ええ、お元気。直樹のせいですから、何が起こっても全部直樹のせいです。俺が声ガラガラでも、ね、これからしんちゃんのギターの弦が切れたとしても、陽平が間違っても、亮がなんかぽやっとして曲入らなくても全部直樹のせいなんで、その辺は見逃しててくださいね。失笑だね。じゃあ今日は直樹のせいなんですけれども、ここにいるスーパーロックンロールベーシスト関本陽平の誕生日でござります。ありがとう。やっと40歳になりました。
寒いな。